ブッチャーバションのリングネームで知られるポールバションはカナダの元プロレスラー。ケベック州モントリオール出身のフランス系カナダ人。WWE 伝道者であるマッドドッグバションの辞邸、娘のルナバション、妹のビビアンバションも元プロレスラーである。レスリングの競合で喧嘩も滅法強かったマッドドッグバションと比べ実績面では劣るものの小柄な兄とは 対照的な巨漢のパワーファイターとして活躍した。ハングマンズホールドを日本で初公開したレスラーでもある。キャリア初期はロシア人ギミックのヒールに来たゾロトフに噴してアメリカ合衆国のテキサスや中西部で活動。1959年よりカナダのカルガリー地区においてポール・ザ・ブッチャー・バションを名乗って兄のモーリス・マットドッグ・バションとのタッグチームを本格的に結成する。 1960年代からは、テキサス、ジョージア、ノースカロライナなど、アメリカ南部を接見、モーリスとの国悪兄弟コンビで各地のタッグタイトルをダッシュした。1967年4月には単独で、日本プロレスに来日し、第9回ワールドリーグ戦に出場。ダン・ミラーと組んで、吉村同盟&、大木金太郎のアジアタッグ王座にも挑戦した。帰国後は、 ジョージアに定着して、1968年の末まで、スタンバションとのコンビで活動した。1969年よりアワに参戦し、再び、モーリストがデリック・ザ・ブルーザークラッシャー・リソワ・スキーの国道コンビと構想を繰り広げ、同年8月30日に、シカゴにて、アワ世界タッグ王座を奪取した。以降、バーン・ガニアクラッシャー、ウィルバー・スナイダー エドワード・カーペンティア、ボボ・ブラジル&、アーニー・ラットなどのチームを相手に防衛を重ね、1971年2月には、合わせ開いたグオーチームとして、国際プロレスに来日。グレート・クサツ・ンサンダー、杉山の挑戦を二度にわたって退けた。同年5月の大阪・落後もアワを、主戦場にしつつ、モーリスと共に主催していた地元ケベックの、 グランプリリスリングやオンタリオ地区など、カナダ各地でも活動。ポールジョール・ダックやハリウッド・ブロンズと交想し、ダスティローデスとディック・マードックのテキサス・アウト・ローズとも対戦した。アワー地区では、1972年9月1日のシカゴ大会でアンドレザ・ジャイアントをボディスラブで投げたことがある。1973年にモーリスとのコンビを解消。 1974年1月にはビル・ワットラと共に国際プロレスに再来日している。1975年はニューヨークの WWWF に登場、ブルーノ・サン・マルチノの WWWF ヘビー級王座に挑戦し、7月12日の MSG 定期戦ではアンドレとのシングルマッチも組まれた。1976年4月には新日本プロレスに、 初参加して、第3回ワールド大リーグ戦に出場したが、中堅クラスの星野寛太郎や木戸治むに白星を献上するなど戦績は振るわなかった。以降は、ロサンゼルスやフロリダを転戦し、1978年の WWF w、F、参戦を最後にしばらく、リングから離れた。1983年下期より、全米進出を目前に控えていた。 WWF に復帰。ジミー・スヌーカ、サージェント・スローター、トニー・アトラスなど、ベビーフェイス勢のジョバーを務め、1984年8月25日の MSG 定期戦ではファビュラス・フリーバーズとも対戦した。なお、1984年にはモーリスも、ベビーフェイスとして WWF に参戦している。ポールがヒールのポジションだったため兄弟タッグ再結成は、 実現しなかったものの、USA ネットワークの番組チューズデー、ナイトタイタンズにて、ポールのフィクションの結婚式が取り行われ、モーリスの列席の元ビンス・マク・マホンが、式の司会を務めるなどの寸劇が展開された。これは WWE における初のウェディングスキットで、あり、1980年代に発売された、ビデオソフトにも収録されていたため、近年でも、 動画サイトなどで映像を確認することができる。現役引退後の1985年10月、ケベックのグランプリレスリング以来の旧友大号、鉄の助の仲介により、ジャイアントグスタブなる、モントリオール出身の巨漢選手のマネージャーとして9年半ぶりに、新日本プロレスに来日。アントニオ猪木への挑戦をアピールしたが、猪木対グスタブ戦は実現しなかった。 翌1986年にも旗揚げされたばかりのジャパン女子プロレスに娘のルナバションのマネージャーとして来日した。1993年、血腸癌と診断され、血腸の半分を除去。2003年にも咽頭が癌を患い放射線療法を施したが、その結果、2009年に顎の強制手術を受けている。闘病生活を続ける一方で、2003年には、 次長演レスリングワズリアルを自費出版した。ありがとうございます。